乗鞍に行きたいから、上高地の方に今向かってます。はい、手前の道の駅で今日は休憩です。はい、明日朝一乗鞍の方行って、どうかな、善五郎の滝とかちょっと見に行くか、スキーしてもいいけど、ちょっとどうだろう、雪の状況もちょっと分かんないから、まあでも冬の乗鞍今年行ってないからさ、そうだね、ちょっと見に行きたいなと思って、上高地も行きたくなっちゃうけどな、ここまで来たら、ね、ちょっと準備ができてないから、準備がいるからね、上高地は。明日はちょっと乗鞍に行ってみましょう。はい、道の駅までね、14分すぐです。はい、雪は端っこにちょっとあるくらいでほとんどないね。ちょっとだけだよ、結構登ってきたけどな、もう 1000m 超えてるよねこれ。え、そうなんですかね。さすがに超えてると思うけどな、全然ないよ。あ、着いた、ここだよね、到着。おお、行き過ぎ行き過ぎ。さあ、コーヒーだけ入れていくか。よし、電源を、で、AC、これ結構便利、チタンでお湯が沸くっていうのかな、すごいよな、知らなかった。まあ、いけるね、余裕です。お、沸いた沸いた、おおおお、はい、おはようございます。おはようございます。雪がないから安心だね、運転しやすい。そうだね、そんな寒くなかったね、しかも朝何度くらいだろうね、マイナス1度だった。あ、そうなの、朝7時ぐらいで、今もうちょっと温度上がってると思う。暖かいんだね、意外と暖かいね、標高がそこそこ高いはずだけど、乗鞍、ね、まで行ったらね、1500m ぐらいだから、ちょっと寒くなると思うけど、乗鞍行くならさ、お蕎麦屋さんに行きたいんだけど。ああ、いいんじゃない、いっぱいあるもんね、あそこ。そうそう、前教えていただいた合掌っていうところに前回閉まってて行けなかったんだけど、そうだそうだ、そう、前回他のとこ行ったもんね。その合掌っていうお店にね、今日行けそうだから行ってみたいか。で、なんか冬はね、通りそばが食べれるみたいなの。いいじゃん。あ、そうか、ここら辺だもんね、通りそば。いいね、良さそうでしょ。寒いしね、ちょっと歩いた後に行ってみたいなと思って。最高じゃんそれ、今マイナス2度だったし、ここは。そうだね、いいじゃん、通りそばいいね、この時期ならではだもんね。温まっていいでしょう。結構乗鞍のさ、お蕎麦のレベルが高いもん、高かったもんね、前も。そうそうそう、ね、いいじゃん。もうあとどんくらいだろう、20分くらいかな、乗鞍まで。どのくらいかな、ね、水はどう。あ、もうもう増えてるね、あれがだって浮いてるじゃん、ちゃんと。増えた、増えてるな、ったよ、すごいね、すごいじゃん、ね、もうちょっとだね、その木の横っちょ、ね、すごいすごい、戻ったんだ、ね、すごいね、ここだね、ここだよね、お、出てきたね、乗鞍、もう見えてるね、結構しっかり、しっかり見えてる、上まで。かっこいいもんな、乗鞍の。おー、すごい、全部見えてる、かっこいいね。冬は行けるのかな、プロは。プロは行けるのかな。いや、だけど、畳平までもバスはもちろん出てないから、まあ、もちろんずっと歩かないとダメだから、結構な距離なんじゃない。そうだよね、だからあれだろうね、ゴールデンウィーク前、ゴールデンウィークからか、バスが走るじゃん、で、畳平まで 2700m まで行くから、そっからだろう、そこでもまだ余裕の冬山でしょ。そうだよね、そっから行く人は結構いるんじゃない、開通と同時に。これだ、合掌。あった、これだ。お、すごい、なんかもこもこ出てたよ、出てたね、やるな、今日は。やるでしょ超混んで売り切れたりしてね、もう売り切れです。売らせ大丈夫か。あ、
バームクーヘン屋さんね、ここも教えてもらったじゃん。ここも教えていただいたんだよね。スキー場もこれ下は今やってないのかな。あ、やってるよね。休暇村の方のゲレンデが閉まっちゃったんだよね、確か。へえ、よく来たよな、森村。おやってるでしょ。自衛隊の人が今練習してた。練習、うん、へえ。なんかさ、うん、ここのスキー場はさ、姫路市と提携してるのがさ、姫路市民安いんだよ。あ、そうなの。うん、3000円ぐらいなの。なんで姫路市。いや、なんかわかんない、姫路市とか、あと、いいやん、なんでか藤沢市も良かったり、長野県も 何か所かあるっぽいんだけど。ハギョの人ってこと。いや、ハヒフケ藤沢。あ、そっか、フクオフじゃん。もうハギョだね。何か、なんか提携してる、提携というか多分姉妹都市かな、松本市との、わかんない。あれ、ここ入り口だよ。やっぱここかな。ここでいいか、うん、ここだね。よし、行ってみましょう。今がここ。あ、もうすぐだね。今がここだからピュッと行くだけ。あー、雪は少ないけど気持ちいいね。ここは多分初めてだよね、行くの。ここから？うん、前後郎自体初めてじゃないかな。まだチェーンスパイクいらないかな。その滝に降りるところが滑るよって今教えてもらったから、そこで必要だったらしようか。気持ちいいな。あったかいもんね。春春、本当に。気温もプラスじゃないかな、多分。多分あったかいからプラスだったね。え、まあ0度ぐらいか、多分ね。おお、風が出てきたな。ちょっと寒いじゃん。あと 200m 近いな。あれ、凍ってないんじゃない。ジャバジャバ音がするもんな。履く？でも、ここだからいいか。いいか。ここを使って、ここ持ちながら行って。履いたらいいのに。どうせ帰り履くんじゃない？登れないでしょ。わー、すごいじゃん。綺麗だね。おー、すごいね。結構綺麗だね。
カリフラワーだこれ、うん、結構滑るから得、うん、ね、登れないでしょさっきの坂。そうだね、うん、ここめちゃくちゃ手軽だね。これもうめちゃくちゃ簡単だよ。これだけこれだけです。簡単ですね。超簡単、うん、アイゼンまでいらないもんね、これぐらいだったら。そうだね、ちゃんとした軽アイゼンとか、ここに雪がつかないようにね、うん、こういうのがついてんだけど、これはないから、うん、雪が深いともう全然ダメだけど、うん、雪がついちゃってこんくらいなら氷には結構いいよ。綺麗だな、すごいね。冬の歩く道もいっぱいあるね。休暇村のバス停までも1キロだし、やっぱり観光バスセンターまでも 1.3 キロで、俺らが止めてきたとこまで 0.6 キロ。さあ、このチェーンスパイクがどれぐらい効果あるかをちょっと試してみよう、うん、この結構な坂でやってみようか、うん、無理？すごいね、すごいね、やっぱりめちゃくちゃ効く。これが1500円、1200円だったかな。そうだよね、やっぱり腰伸ばしておくといいよね。いいね、めちゃくちゃ小さいしさ、軽いしね。そうそうそう、よし、じゃあ行きましょう、はい、頑張って、うん、引っ張ろうか。本当？さあ、上まで戻ってきた。椅子があるから休憩しようか、ね、コーヒー入れてきたからね、うん、この前の牛乳パンめちゃくちゃ美味しかったからな。これはどうだろう。今度は山崎の牛乳パン、うん、この前のコーヒー味だったからね。これ結構でも見るよね。いや、初めて。嘘。あんま俺そのしょ、あの何、お菓子、菓子パン見ないから。そうそうそう。いや、これめちゃくちゃ見るよ。はい、どうぞ。はい、いただきます。いただきます。あ、おいしい。あ、これも裏焼いてあるんだ。お気に入りの知れとこ。いただきます。うん、あ、おいしい。やっぱパンにはコーヒーだな。あー、うまい。しかしこの大自然の中で食べると10倍くらいだし。そうだね。なんで今3倍って言って10倍にしたの？3倍でちょっと感動があるかなと思って10倍にしようと思って。さって聞こえたからな。3倍じゃちょっといまいちかなと思って。私のこの感覚の中。違う違う、それが口に出ちゃって自由にさ帰るとおかしいよね。いや、ここめちゃくちゃいいね、この善五郎の滝のコース、うん、駐車場からさ 500-600m でしょ、うん、10分だもんね、本当に歩いて、うん、で、あんなもう今暖かくてさ、もうどこもかしこも雪解けまくってんのに、まだなんとか氷も持ってるしね。結構立派な、そうそう。ただちょっと前に見たのだともう全部凍ってたからもっと迫力はあったけど、うん、でそれでも十分だよね、うん、すごい気持ちいい。ノリクラはさ、うん、結構いろいろできるね。あるある、うん、で夏も来たじゃん。そうそう、夏めちゃくちゃ気持ちよかったよ、あっちの方、一ノ瀬の方ね、うん、うん、でスキー場もあるし、そうそう、温泉もあるし、おそばもあるし、ずっといいな、うん。
あこれ今日暖かくてさポカポカだけどさ、厳冬期を試すこともできるじゃん。 1500m だから、うん、マイナス20度ぐらいでもうバリバリに凍ってさ、うまくいけばダイヤモンドダストも見れるし。そうだね、いいよね、うん、よしじゃあ戻ってってご飯今も食べたけども、それはちょっとねアペタイザーみたいな感じ。前菜？前菜だから、うんうん、お蕎麦をね、ニューパンが前菜で、本番はメインのディッシュはもう当時そばって決まってるの今日は。あ、もう戻ってきた。あっという間、あったかいね。気持ちいい。本当ね。やっぱ気持ちいいね。気持ちいい。もう春だしさ。春の温度がね。もうポカポカの中、あんなちょっと雪があってさ、そういうとこ歩けて、ね、簡単に。そう。手軽なのがいいんだよな。そうそう。もうなんかガチガチだとちょっと疲れちゃうからね。そうそう。さあもうそろそろこのバームクーヘンもすぐ下だったよね。うん、これでしょ。あ、これだ。開いてる。あ、車は1台いる。あ、結構いる。おお、曇ってきたね。寒い。行ってみよう。当時そばの2人前これです。の雑炊セット、楽しみ。いろいろあるね。こんなのくるみそばとか、そう、きつねそば、鴨南蛮、蕎麦がめちゃくちゃ美味しそうだもんな。すごいね、うん、美味しかったね、うん、お腹いっぱいだけど雑炊が来ました。はい、食べれる、うん、まあ、ちょっとは食べれるか。そば温まるね。温まる。汗出たもん、うん、めちゃくちゃうまい。よし、では降りてきます。はい、ちょっと午後になって天気も悪くなってきたから。そうだね、うん、温泉かな。いいね、最高だね。
ね。どこ行く、ね、坂巻行くか、うん、このまま降りてって松本の方で温泉入ってもいいし、あ、中野湯温泉でもいいかも、日帰りの方、ね、やってるかもしれない、うん、でもいいし。中野湯温泉はさ、冬はさ入れないでしょ、通行止めで、宿泊者専用の送迎だったんじゃない？あ、そうだったっけ？ゲートが入り口にあるじゃん、そこ。中野湯までは行けないのか？行けなかったと思うよ、入り口で。あ、そうか、うん、もう国道曲がってすぐのところ、うんうん、まあ、日帰りも迎え来てくれるのかちょっと分かんないけどね。ちょっと分かんないけど、まあ、うん、そっか。じゃあ今からね、中野湯温泉に行きます。 OK、 行けんだ。で、12時から5時までが日帰りなんだけど、うん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 、なんか今日はやりますみたいなこと言ってたから、うん、ちょっと確認した方がいいと思う。不定休があるのかも。うんうん、旧道は入ってかなきゃいけないから、ゲートがあるもんね、あそこね。冬季は通行止めなのね、うんうんうん、で、その入り口にゲートがあるからそこを入らなきゃいけないんだけど、温泉まではで、そこがね、自分で開け閉めして大丈夫なんだって、うんうん、でも行くのには四駆のスタッドレスじゃないとダメだっていうことだから。さあ、上高地の入り口かな、それ、うん、さ、いつもツルツルじゃん、冬は、うん、ね。すごい、ソリ持って違うか、そうだよね、すごい、ソリ引っ張ったら楽だもんね。これか、そうだね。あ、出てるじゃん、パッパ中野湯温泉旅館って。あ、閉まってるね。あ、雪はあるね、うん、こっちか。よし、行くぜ。こっからね、2キロだって。おー、でもぐにゃぐにゃな2キロだからちょっと怖いね、うん、まだ4区には入れてないけど坂がすごいからな。そうだね。あー、もうすごいね、雪。書いてないもんね。一気にこんなだ。書いてはいるよ、さすがに。書いてるか、うん、つづら折れを四五個行くでしょうか、うん、確か、うん、なんかやっぱ予約が必要って書いてあったね、日帰りの人も。あ、そうなんだ、うん、じゃあ電話、だからさっき電話したからさ、いいですよって言われてるけど、うん、このスタッドレスがちょっと古いからさ、うん、登らなかった。結構ギュッと登るから。そうだね、それからチェーン巻いた、うん、そんなとは思わなかったね。ね、温泉行くだけで、日帰り温泉行くだけなんだから。本当に、ね、四駆スタッドレスは本当必須だね、ここは。必須、絶対に必須だ。だけど場合によってはちょっとしんどいかもね、うん、チェーンは持っといた方がいいね。ついたかな。よし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 、到着です。え、 KDDI AU、 なんだこれ。冬の間ずっといてんのかな。スターリンクか。スターリンクじゃないよね。なんだろう、すごいね、うん、やっとたどり着いた。近いのに遠かった ね、 遠かったね。結構結構降りんの怖いな、うん、まあまあゆっくり行くか。いいね、まだ空いてるでしょう。まだ空いてると思う。チェックアウト前だから。あ、チェックイン前か。さっき中野湯のバスとすれ違ったもんね。あ、どこで。あそこの上高地の前の道で。あ、そう。あ、で今から迎えに行くってことか。お迎えだと思う。新島島ぐらい行くのかな。松本かな。かな。わ、すごいね、山が、うん、わあ、見えてるじゃん、あっちも。
すごいね、ここ。日本人を守る会。どっちだ？ここか。あ、ここだ、ここだ。来てる。うん。多分来てるよ、鳥が。そうそう。いっぱいいたよ。あれはシジュウカラっていうやつかな。わかんないな。本当？オールリって書いてあるけど。え？青ければ。あ、これじゃないの。オールリって書いてあるよ。青くないの？そうか。ここ、男用のお風呂。なんか夜で変わるって書いてあったけどね。うん。鳥見ながらさ。山も見ながらさ、すげえ、めちゃくちゃ気持ちよかった。前穂と明神と奥穂が見えてんだ、あれね。あ、明神だってよ、これ見えてんの。明神だって、前穂と。いやー、どれが来た、ね、山柄、小柄っていうのかね。あとね、50から。あ、また、すごいの来た。キツツキか。ほらほら。あ、ほんとだ。すごい、何あれ。何？あ、これが。赤ゲラ。赤ゲラ、あ、キツツキでしょ、だから。日本人を守る会、最高だったね、ここ。すごくない？お、眺めも最高だってさ。お風呂からさ、なんか男風呂女風呂はね夜で変わるみたいなんだけど、うん、男風呂からずっと鳥がさ餌食べてんのが見れて、すごいよね。で、この穂高のさ、前穂とか奥穂が見えんだもん。すごかったな。泉質もめちゃくちゃ良かった ね。泉質が硫黄だよね。そうそう、緑の、あの乳白色じゃない緑の硫黄、うんうんうん、すごいいい温泉。あ、いたいたね。いたいたいた、赤ゲラいた。あ、赤ゲラいたね。あの木に今もうちょっとで飛び立つかもしれない。今餌食べてたよ。本当？うん。この温泉はさ、うん、長野県でベスト3に入るな。立地と気持ちよさと。800円するけどさ、うん、全く高いと思わないよね、うん、ここは、うんうん、すごいよこれ。本当に泊まりたいね。さあ帰りもちょっとこのチェーンに頑張ってもらって、下まで降りたら外すね。下見えてきた。見えてきたね。よし、行きまーす。この国道とさ、そこの一本でなんでこんなに違うの？ねえ。全く違うじゃん、雪の量が。猿が木についた。おー、すごい。何これ。何この猿の木。ついに。上高地からこっちまで降りてきた。降りてきたね。うん、ここにもいる。本当。ほら。うん。本当だ。まだふさふさだ。木が。かわいい。初めて見るね、この道路沿いでは。ね。いっぱいいるよ、ここに。え、本当だ。ここにもいる。木の一部みたいになってさ。ね。よし、道の駅を過ぎて、今また松本の方に降りていくね。うん。ちょっとネット環境が必要だから、うん、ちょっとスタバかどっか行ってちょっとネットをしましょう、うん、ちょっといろいろやって、うん、でその後夕飯はもう車中飯だな。そうだね、うん、なんで鶴屋かデリシ、まあ、鶴屋がいいね。鶴屋で何か買って、うん、車で作って、で松本周辺の道の駅かどっか何か所かあるよね、うん、でどっかで今日は休憩しましょう。その駅で、はい、そんな予定で行こう。さあ降りてきて、なんかそれたよ道を。松本に行かないで、そうか、塩尻の方の、そうだね、あれだね、スターバックスに行くから。うん、こっちだね。あと何キロ？14キロ。結構あんだね。うん、14キロ。多分国道沿いだと思うんだけどね。あったあった。おお、
すごい都会に来た。どう混んでる？今日はほうじ茶ラテ。茶葉追加。茶葉追加？何それ？茶葉を追加したの。さあ、じゃあ行きましょう。ちょっとはかどったね。うん。よし、では次はこの近くにね、今調べたら鶴屋があったから、うんうん、鶴屋で買い出し。そうだね。うん、何にしようね、夕飯。まあ見て決めるか。うん。お、あれだ。あった。ついた。どこだ？奥側かな。あ、無印見よう。すごいね、これいいよね、ここの無印大きくてね、うん、先、無印見てから鶴屋行く、うん、じゃないと困るもんね、うん、あ、無印でもいいけどな、夕飯なんかいろいろあるよね、うん、買いました。今日はこれになった。インド料理になりました。1000円ちょっとだね、うん、よし、早速作ろう。はい、よっしゃ、変えたね。うん、変えたね。美味しそうだったね。なんか俺見たんだよね、テレビで。雨も降ってきたし、道の駅に行きましょう。はい。なんてとこだっけ？道の駅、小坂田公園かな。小坂田かな、どっちだろうね。小坂田かな。上は雪だね。うん。明日積もるかもな。へえ。さあ、着いたかな。着いたんじゃない？これだよね。うん。お店は閉まっちゃったね。うん、多分。さあ夕飯です。さあ夕飯はこの大きいの使います。これ無敵でしょう、あったら。そうだね、大きいのは。この AC200PL 2000ワット出るからね。うん、容量も2304ワットアワー。いいね。もう化け物です。これで夕飯を作っていきます。うん、こっちにちっちゃいのもあるんだけど、1000ワットの866ワットアワー。これは割とコンパクトなんで、持ち運びに便利なサイズです。ブルーティーのアプリで、Bluetooth でいいね。AC200PL。OK。お、繋がった。18ワット。今これさ、車のライトがね、全部このブルーティーから供給されてるんで。で、AC だね、今使うのは AC を。AC オンにしますか。お、入ったー。これだね。300に対して360だって。いくよ、ゴー。はい、まだまだ余裕でしょう、これは。200ワットぐらいじゃ。ね。これね、こんなんだからね。20分ぐらいだね、これ。そうだ。はい。うん。何は最後でいいか。何は最後に。何分やるんだろう。ちょっと見てみて。うん。これちゃう。大きい。どのくらい？おお、ちょうど1000ワット。余裕だね。あ、だったらこれ。エンジンも同時でできるじゃん。もうやることないんだこれ、うん、料理じゃないね、うんうん、もはや温めるな。あ、このブルッティの 200PL すごいよ。 1000 ワット出てんのにファンが回ってない、うん、すごいね、うん、この今の音はこれだもん、うん、うんなってんのは。ちょっとお腹すっちゃったからもう何食べちゃおうか。え？まだだよ。ご飯、まあまあ、え？先にナンをさ、温めてみよう。もうえ？ほんと？あ、2枚？ほら、2枚入りだった1枚かと思ったら、ほら、まあいいか。じゃあ1枚ね。あ、そうしよう、そうしよう、はい、はい。なんか作るナンもあるじゃん、これ。水から、粉も売ってたよ。あ、そうなの、うん、すごいね。でも、私は、進化です。
行けるよね。とりあえず4分ぐらいしとくね。はい。うわ、見て。1.8kW、1800W 出てる。すごいね。おお、外が雪になってきたね。おお、すごいね。結構降ってたよ。すっげえいい匂いしてきた。ねー。2304Wh もあるから余裕だよね。あ、そろそろいいかも。焦げてきた、ね、はい、開ける？あー、うわー、すげえ。熱そう。うまい。ん、こっちもすげえ。ん、やばいじゃんこれ。巻きすぎ。あ、もういいんじゃない？もういいのかな。沸いたから。何、うん、出しちゃおうか。何じゃない、焼き今。まあそうか、ぬるいと美味しくないもんね、うん、よし、あと3分、うん、そんな減ってないね。 81% 今もう 0W だね。こっちも保温だから何が何か分かんなくなるからさ、うん、この通りに並べといたらいいね。そうだね、うん、それは何？ラッサム。ラッサムは一番右、これ、はい、チキンウッポはチキンが出てきた。おお、あ、そんなんも入ってんだね。開けた。オープン。普通のお米みたいなんだけど、すごい美味しそうに炊けてんだけど、何これ。いいよ。これ何忘れてた。何焼いとくね。うん。4分ぐらいだったよね、さっき。おお。809W。え、すごいなこれ。あ、すごいね。こんだけ調理して 20% しか減らなかった。すごいね。すごいよ、 20% だからね、うん、こっちがラッサム。ラッサムにチキンウップ、かぼちゃのオーランにキーマ。キーマだ、はい。ウップが一番さ、あれみたいだよ、辛いみたいだよ。あ、そうなんだ。あ、ほんとだね。唐辛子4つ。へえ。いただきます。あー、辛い。あ、そう、すごい辛い。 あ、飲みも水でいいか。うん、すごいピリ辛、ピリピリする。いいね、おいしい。これは、これはチキンウップ。なんかココナッツっぽい匂いもするけど、あ、かぼちゃのオーランってやつかな。あ、なんかこれはスリランカカレーみたいな感じがする。これがココナッツ、かぼちゃのオーラン、多分違うかな。そうでしょ。どう見てもそうでしょ、うん、ココナッツカレー、おいしい。キーマは王道です、うん、でも結構スパイスの香りがする。へー、うん、でも美味しい。いいね、うん、いただきます。あー、すごいね。うわ、めっちゃスパイシーじゃん、うん、あ、美味しい。うん、チキン、あ、チキン、結構チキンの味がしっかり出てる。あ、すごいね、本格的だね、うん、うん、全部本格的。あ、美味しい。うん、俺これが一番好き。あ、そう。うん、どれ？私これ。おお、そう。え、一番辛いやつ？あ、チキンね。うん。美味しいね。美味しい。すごくない？すごいね。すごいよね。さあ、じゃあ今日はブルッティの新製品3種類のちょっと紹介をしたいと思います。はい。で、この3種類ともこの前の動画で実際に車中泊とかで使ってきたんだけど、うん。で、それぞれ全然タイプが違うから、そこら辺をちょっと分かりやすく説明できたらなと思います。はい、はい、で、ね、ブルッティのポータブルバッテリーなんですけど、うちも結構ずっと愛用してて、うん、まずこれだよね。今回のが AC200PL っていう製品なんですけど、うちは AC200MAX っていうのをずっと使ってて、で、それはもうキャンピングカーに据え付けしてるよね、うん、でもキャンピングカーのなかなか手の届かないところにも据え付けて、メインのバッテリーとして使ってます。はい。で、それが、容量が 2048Wh なんだけど、うんうん、これ大体同じサイズで、うん、これが 2304Wh に容量がアップしてる。で、あとうちが使ってるのはこの一番小さいタイプに近いやつだね、 EB3A っていうのを使ってるんですけど、うんうん、でそれよりさらに小さい、今回は 3.6kg、 4kg ないような製品が出ました。うん、ちょっとこれ落としたら嫌なんで一回落とします。で、うちがそう、この一番右の EB3A をちっちゃいのを使ってて、 EB3A が 268Wh だったかな。
かな。うん、でこれが 230.4Wh なんで、もうちょっと小さいサイズで、ただ重さが 3.6kg になって、うん、EB3A は 4kg、5kg 弱だったんで、4.8kg か。うん、なんでかなりコンパクトになりました。うんうん、でこの真ん中の AC70P っていうのは、もともと AC70 っていうのが出て、それの新しいバージョンだね。うんうん、でAC70 は 768Wh だったんだけど、うん、これは 864Wh に容量がアップしてます。うん、で、AC200 この PL ってなってて、で、うちはこの AC200PL の前に AC200MAX っていうのを使ってるってさっき言ったと思うんですけど、その後に AC200L っていうのが出てて、うんうん、で、さらに今回は AC200PL になって、うん、容量がアップして新しく製品が出ました。でまあ、大きく変わるところは AC200MAX は 2200W 使えてたのが 2000W になってたり、うんうんうん、で AC200MAX はタッチパネルだったんだけど、うん、これはこのボタン式に変わってたり、うんうん、まあ、ちょっと変わってるところはあるんだけど、まあ、だけど 2304Wh になったっていうところが一番大きいかな、うんうんうん、でここ2000とか 2200W もほぼ誤差みたいなもので、1500W 以上出れば、うん、まあ、まずほとんどの家電が使えると思って大丈夫なんで、うんうん、これいいですね。でやっぱね、ここが違ってるかな、まあ、こんな細かいとこ言い出したらキリがないんだけど、やっぱり俺ら今一番大事なのは USB-C が何口あるかっていうところでね、うん、でここ2口に変わってるんで、やっぱりこれはだいぶ助かります。でこっちの AC70P も2口あるんで便利ですね、うんうん、でこの小さいのはもう一口だけど、うん、まあ、それはそういうもうコンパクトっていうのが売りなんで、うんうん、そういう製品になります。こんだけねサイズが違って重さも違って値段も違うんでね、うん、で最初どれを選んだらいいかっていうところ、ね、そうだね、うんうん、それでいくと一番右のやつ、うん、一番右の AC2P ね、もうこれは本当に割り切った使い方というか、もうこれ1台で何でもできるっていう製品ではないかな、うんうん、その代わりすごいコンパクトですごい軽いでしょ、こんなんだから、うん、だからどこにでも持ち運べるから携帯性はいいのかなっていう感じなんで、今日の動画でも使ってたと思うんだけど、こう外のカフェで仕事をするときとかコンセントがないでしょ、うん、そういうときにこれを持ってってパソコン充電しながら使うとか、うん、あとは旅行に行ったときの旅館で寝室にコンセントがなかったりすることあるでしょ、うん、そういうときにこれを持ってっとくと枕元に置いてここに線つないで充電ができるとか、うん、で容量が 230Wh で出力が 300W 出るんで、まあ携帯電話とかタブレットとかそういうのの充電には全く問題ない、うんうん、携帯電話のじゃあ電気容量ってどれくらいかっていうと大体 15Wh 前後なのね、うんうん、でタブレットでも30から 40W 程度だから、うん、まあ、タブレット5回充電しても 200Wh ぐらいの消費だから、まあ、タブレットだったら5回充電できるぐらいの感じ、もう携帯だったら10回以上充電できるぐらいの容量があるので、うん、3日から1週間に1回ぐらいこれを充電してこれを枕元にあったら置いとけば解決するぐらいの、うん、それぐらいの容量だからそういう使い方にすごい向いてるかな、うんうん、素晴らしいですこのサイズ感、もう割り切った感じでね、うんうん、だけど最初の1台でこれを買うっていうのは、まあ、シチュエーションにはよるんだけど、うん、ポータブル電源が欲しくて最初の1台にこれを買うのはちょっと考えた方がいいかもしれないです、まあ、キャンプとかで携帯とか以外を使うんだったらちょっと不足かなと思う。で、私だったら、うん、いつも常用で使ってる車にちょっと乗せといて携帯を充電したいとか、いろんなちょっとこまごましたものの充電っていう感じで、そういう感じで使うのが一番いい、うん、使うかなっていう感じ、うん、そうだね。で次この真ん中かな、はい、でこの真ん中が、883Wh、うん、容量がね、うんうん、出力が 1000W、うん、なんでかなりの家電で使えるようになるサイズですね。重さが 10.2kg、まあ、片手で、まあ、男の人なら余裕で持てる、うん、けど女の人だとちょっと重いかなっていう感じかな。そうだね。なんでちょっとずっしり感はあるんだけど、初めてポータブル電源を買うっていう方には一番いいサイズかなと。値段も手頃だし
持ち運びもできるし、うん、ある程度の電化製品も使えるっていうところ、うん、で行くとこれが一番ベストなサイズかなと思います、はい、でさっきの携帯とかタブレットの電気容量をお伝えしたと思うんですけど、はい、これ携帯だったら50回とか充電できるぐらいの容量になるんで、うんうん、それぐらいのサイズ感ですね、はい、でこの出力が 1000W ぐらい出てくると、うん、例えば小さなドライヤーとかね、うんうん、あのまあ、ドライヤーにもいろんな出力があると思うんだけど、あのちっちゃめの旅行に持っていくようなドライヤーだと 600W から 1000W ぐらいなので、はい、ドライヤーも動かすことができる、うんうん、それから電気ケトルね、でケトルも種類によるんだけど 1000W ぐらいまでのケトル電気ケトルがあるんで、それだったらこれでお湯を沸かせるようになる、なんでかなり使い勝手が良くなってくる、はい、さあ冬とかでさ寒いとさ電気毛布使いたくなるじゃん、うんうん、で電気毛布って意外と電気の使用量が小さいんだけど、うん、だいたい1枚 50Wh から 80Wh ぐらいかな、1時間あたり、うーん、それぐらいの使用量なんで2人で1枚ずつ使ったとしても8時間ぐらいは使える、8時間使ってもまだ残ってると思う、うんうんうん、だいたいそれぐらいの大きさなんで、まあ、最初の1台でキャンプにも使いたい、車中泊にも使いたい、何か家で停電に備えたいとかっていう時にもベストなサイズ。最近災害もあったりさ、あとは停電があったりもするから、うん、そういう時に1台あると安心かなという。そうだね、それにはまあこれがまずあったら最低限のことはできるから、うん、あとはやっぱ値段が手頃かなっていう。じゃあ最後この3種類の中で一番大きな AC200PL ですね、はい、もうバケモン級のポータブルバッテリーですね、はい、まあ、やっぱり容量が 2304Wh っていうところと、うん、2000W まで出力ができるっていうところ、うん、まあ、そういうのがあるんで重さもとんでもなくて、うん、28.3kg、うん、まあ、ただ 2304Wh っていうところとか出力の大きさ考えたら、うん、これぐらいの大きさになるのも仕方ないのかなっていうところですね、はい、そうだね、うん、でこれの使い方はもうキャンプで持ち歩くとか、うん、例えば災害時に避難しないとダメな時に一緒に持っていくとか、そういうのはちょっと難しくなると思う正直、うん、っていうよりはもう家のどこかに据え付けるとか、うん、車うちだったらキャンピングカーの常設用のメインのバッテリーにするとか、うん、そういう使い方になってくるかなと思います、はい、でこのね3台とも共通してる部分がまずバッテリーの種類ね、うん、これが全部リン酸鉄リチウムイオンです。充放電回数が3000回以上っていうところで、まあ、10年は問題なく使えるような製品になってます。でこれ3台とも充電方法は4種類あって、まあ、普通に AC、まあ、要は家庭用のコンセントで充電する方法、それから、車のシガーソケットね、 12V で、うん、充電する方法、うん、それからソーラーパネルで充電する方法で、ソーラーパネルはそれぞれのサイズによってあのソーラーの入力できる数値が変わってくるんでそれぞれになるんだけど、でそれから発電機でも充電ができると、はい、で4種類の充電に対応してます。なので災害時とかだとさ結構発電機はあったりすることがあるんだよ、うんうんうん、だからその発電機で発電してこれに充電しとくっていうような使い方、うん、だから昼間は発電機動かせることもあるじゃん、うんうん、まあ騒音気にならないとかで、うん、で蓄電して夜使うとか、うん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 、っていうような使い方もできたり、でこの3台とも急速充電に対応してるんで、うんうん、まあ、その4つの充電方法あるんだけど全部急速充電ができるんで、急にどっか行かないとダメで、でも 0% だったとか、うん、そういう時もすぐ充電ができます。で特にこの右2つは 80% まで45分で溜まります。すごいでしょ、めちゃくちゃ早い。でこれはさすがに 2000Wh 以上の容量になるから急速充電するとおそらく家のコンセントとかね、うんうん、供給側の問題があるんで45分で 80% まではできないんだけど、それでもこれマックス 2000W で充電ができて72分で 80% まで充電できるみたい。で 1500W だったら96分で 80% まで充電ができます。で今入力充電方法とかさ容量ばっかり説明しちゃったんですけど、まあ、基本的なところだね、まあ、どういう出力ができるか、要は充電したりさ出力するのが目的なんで、うん、どういうのができるかっていうところなんですけど、
けど、まずこの AC200BL 電源ボタンはここです。タイプして光ります。で今の残り容量で DC、USB、AC それぞれあります。で DC を押すと、まあ、DC っていうのが 12V ですね。ここですね、 12V の 10A。 それからこっち 48V の 8A。 こっちの 12V、10A は車のシガーの形なんで、車で使う製品なんかをここに挿して使うことができます。これ DC です。で USB がさっきちょっとちらっと嬉しかったんで、ね、さっき説明しちゃいましたけど USB-C と USB-A のね QC3.0 ですねが、2口だね。全部で4口あります。で AC で AC がここ4口ですね。これがなんかねあまり見慣れない、多分海外で使うようなコンセントだと思うんだけど、うん、これがついてます。この上ワイヤレス充電が 15W のが2箇所あります。で、次 AC70P と AC2P なんですけど、まあ、インターフェースだいたい一緒ですね。なんでまとめてちょっと説明しちゃいます。真ん中が電源、こっちも電源です。で、左側に DC ボタンがあります。こっちもで DC ボタンを押すとここの 12V がまず使えるようになって、それから USB も使えるようになると。で 70P の方は USB-C100W 出るのが2箇所あると。 100W が2箇所だからすごいよね。でこっちの小さい方も 100W が1つ出るんで、 MacBook とかも、まあ、ノートパソコンも充電できると。で、ここがそうさっき言ったあのシガーのソケットですね、両方ともになります。でコンセントは2口、こっちも2口で、この2台はここに入力があるんだね。DC、PV のインプットがあります。ここだね。なんでソーラーパネルとかはここから XT60 を介して充電するようなタイプになってます。で、AC70P の方にはワイヤレス充電が1箇所ついてます。15W の。で、さっき4種類の充電方法があるって言ったんですけど、この2台に関してはDC の入力と PV の入力はここになります。 XT60 だね、両方とも、うんうん、なんでソーラーパネルとか車のシガーソケットからはここに挿して充電すると、はい、これの横にこの AC200PL は充電のポートがそれぞれついてると。この残りの2つで、ここが AC の入力ですね。ここにコンセントの線を刺すようになっています。こういう感じだね、はい、AC のインプットがここですね。こういう感じでしっかり差し込むタイプです。で DC と PV の入力はこっち、シガーは 12V でソーラーは 145V まで入力できるみたいです。 DC が 12V から 145V なんで、車の場合はまあ 12V 10A で、でソーラーの場合はマックス15アンペアで 1200W だって。こっち側が拡張バッテリー用の端子だよね、ここが。ほうほう、うん、付属品をちょっと並べてみました。 AC2P にはシガーソケットが入ってなくてオプションだね、うんうんうん、でまあこれがさっき言った AC の充電するときこの横に挿すやつね。ここを挿してこれをコンセント、でこれは共通一緒だね。それからこれが XT60 と MC4 だね。 XT60 をここに挿してあげると、こうで、これをソーラーの線に挿してあげるとソーラー充電ができるという線、はい、でこれはシガーソケット、こっちにはついてます。 AC70P にはついてて、車のシガーに挿してここに挿してあげると。で AC200PL の方がいっぱい線がついてて、でここがちゃんとこういうので挿してこう回して止めると、これ PV 入力用、これもこうしっかり挿してこう止めるようになってます。でここが XT60 のオスになってるんで、これはソーラーパネルの MC4 がついて、こっち側が XT60 のメスになってるんで、こう挿してあげると、こういう感じで、はい、でこれをこの DC の入力にさせてあげると、うん、
これをソーラーパネルじゃなくて車のシガーからの場合はこれを車のシガーに挿してあげて、ここをここですね、挿してあげると、そういう感じです。